はい、どうも、うずです。今回紹介するのはゲームソフトなんですけれども、別にプレイの様子とかゲーム自体のお話をするものではありません。じゃあ何かというと、ただの開封動画です。ただ、うずさん開封動画とかってそんな力入れてやってないよね、いつもって思われますよね。そうなんですよ。本来だったら別にゲームソフトが届いたからといって開封動画をやることはないんです。以前やった開封動画は、こちらです。任天堂スイッチ版のウィッチャー3。ワイルドハント。これはね、開封動画やったんですよ。ちょっと中にマップとかが入ってて、ちょっと面白いパッケージだったので、まあやる意味あるかなと思ってやったんですね。だから今回も同じような流れです。それがですね、ちょっとさっき届いたばっかだからまだ開けてないんですけども、ブリガンダイン、ルーナジア戦記、生配信などではちょっともう触れていたんですが、昔ね、プレイステーションかなってあったゲームタイトルで、それの任天堂スイッチでの新しいバージョンってのもおかしいな、リメイク版になるのかなが、出るということで、私2月に予約してたんですよ。で、今これ動画撮影してるのは6月。結構ね、だいぶ前にね、予約したんですよ。それがこちらです。箱でかいんですよ。で、注文した私自身もすっかり忘れてたんですが、限定版になるのかな過去頼んだ注文リスト見ると、ブリガンダインルーナジア戦記リミテッドエディションということで、ちょっと特別版なんですよね、限定版。まあなので、ちょっと動画で撮る意味はあるかなと思いまして、ちょっと収めようと思います。じゃあまず開封してみましょう。もう今回の動画はそれがメインです。いやもうね、パッケージがすでにかっこいいね。うん、かっこいいパッケージね、ルーナジア戦記。まあイラストがね、今回かなり映えてるイラストなんで余計ですね。じゃあちょっとこの周りのペリペリが邪魔なので外してしまいましょう。まあただこういった限定版だと箱をね、開けずに取っとくとか、まあ売るために買う方もいると思うんですけれども、私はもう本当に一般的な消費者なので、限定版は限定版でいいなとは思うんですけど、普通に開けて普通に使います。売る予定もありませんので。はい。で、こちらパッケージでどう開くやつかな、これ。ここで開けんの、これ。あ、こう開くタイプ。こう開くやつだね。あ、かっこいい。で、入っているのが、このアートブックですね。アートオブルジアーナ。このアートブックと、で、これがですね、ミュージックオブルジアーナ。サウンドトラックなんですけども、これが2枚ディスクが入ってますね。はい、じゃあこちらもちょっと開けておきましょう。こんな感じです。わー、これもね、ジャケット、かっこいいですね。うん、それぞれの国のロゴとね、これ何なんだろう、これ。なんか、国の宝なのかな。はい。そんな感じで、ディスクが2枚入ってます。サウンドトラック。そして、箱の中に入ってるのが、ゲーム本編、スイッチのソフトですね。これが一般的に販売されているキットソフトですね。あ、これもちょっとペリペリが邪魔だね。まあ、特にね、このパッケージの方は変わったところはないと思いますので、はい。普通ですね。すごくシンプルな感じですけども、ソフトが入ってます。まあ、これはこれとして置いておいて。で、この箱の中なんですけど、さらにソフトの下のところに、よいしょ。これが、なんだ？これがなんだ？これはですね、ちょっとさらっとね、さらっと見せるんですけど、こんな感じでユニットのステータスとか、基本ステータスとかですね、そういったものが書かれている、まあ、ちょっとしたデータ集みたいなものが一緒に入っております。はい、これも限定特典ですね。はい、といったところで以上でございます。あ、セット内容が脇に書いてあった。ここにね、しっかりセット内容が書いてありますね。はい、ちゅうことです。はい、で、動画の最初の方でも言った通り、このルーナジア戦記、今回の動画では特にゲーム内容をお見せしたりとか、その話をすることはないのですが、まあ、後ほどちょっとプレイした感想などは、簡単にメインチャンネルの方でやろうと思います。はい、今回は、ブリガンダインルーナジア戦記リミテッドエディションはこんなものが入ってましたよっていうことをお見せする動画でございました。ご視聴していただいた方は誠にありがとうございます。まあ、普段からゲームのネタといろんなガジェットの話をよく自分の好きなものをやってるチャンネルなんですけれども、興味があるものがあったら覗いてってくださいませ。ではまた別の動画で。バイバイ。まあ、どうなんだろう。これリミテッドエディションって今、ね、今からね、購入しようと思うともうないんだろうね、きっとね。どうなんだろう。ないのかな。ブリガンダインルーナジア戦記リミテッドエディション11683円。在庫あり。